サッカー日本代表戦の実況解説を務め、ボケと熱気にステータスを全振りしていることに定評がある松木さん。戦術的な解説を落ち着いて聞きたい人とは相性が悪いかもしれませんが、とにかく日本が勝ってほしいという気持ちしか感じない居酒屋実況は、日本代表戦の盛り上がりに一役買っていますし、多くのファンから根強い人気を誇ります。そこで今回は松木安太郎の居酒屋実況特集をご紹介します。はちゃめちゃな名実況をたくさん紹介するので、ぜひ最後までお楽しみください。2006年にワールドカップの開催国であるドイツと行った強化試合では、柳沢のワイワイワイや高原のスーパーゴール2発が印象的ですが、松木さんの名実況も忘れてはいけません。高原が2点目を決めた際は、高原いいぞいいぞとエコーがかかった声で叫んでハイテンションだった松木さんですが、その後事件が起こります。日本は70分の時点で高原の2ゴールで2対0でリード。時間的にも守りきることは不可能ではありません。そして74分、高原がボールを失いますが、素晴らしい切り替えで相手選手を猛追。後ろから激しくタックルに向かい、ファールにはなってしまいましたが、切り替え素晴らしいですねと絶賛し、2点リードした日本とすれば、このドイツにたくさんフリーキックをやってもらってですね、それをしっかり守るというのもね、本大会考えるといいかもしれませんよと言ってる途中に、フリーキックから痛恨の失点。松木さん流ファールで粘ってフリーキックを守りきる戦法が一瞬で破綻した瞬間です。それにしてもフラグ回収が早すぎてじわりますね。とにかく日本寄りの実況をすることに定評のある松木さんですが、特にジャッジに対しては私的な感情を表に出しまくることで有名です。そのため相手に有利なジャッジがあれば声を大にして抗議しますが、日本に有利なジャッジには基本目をつむります。そんな松木節が見られるのが2011アジアカップ準決勝の韓国戦。試合は1対1で延長に突入し、延長5分の出来事です。岡崎がペナルティーエリア付近で相手選手に倒され、笛が鳴ります。倒されたのがエリア内かエリア外かが微妙な局面でしたが、 PK の判定になります。その後リプレイが流れ、岡崎が倒されたのがエリア外だということが分かると、そうだよねと一瞬しょんぼりしますが、もう一度映像を確認しながら、だからここは外ですよね、だからまあいいんじゃないですか、中で中でいいでしょこれまさかのご利用し、これには実況のアナウンサーも思わず吹き出してしまっています。適当すぎてじわりますね。先ほどの岡崎 PK 事件もあり、なんとか準決勝を突破した日本は決勝のオーストラリア戦に駒を進めます。試合は前半から両チーム相手ゴールに迫りますが、決定機が決めきれず0対0で延長戦に突入。そして延長8分、日本は前田良一に代えてリー・タダナリを投入。このリーが奇跡を起こします。0対0で迎えた延長19分、長友が左サイドからクロスを上げると、リーがゴール前ドフリーで待ち構えます。そして高めのボールを得意の左足で完璧にミート。ゴールキーパーが一歩も動けないほどの完璧なボレーで劇的な先制点を決めます。これには実況の松木、セルジオ、七海さんも大盛り上がり。セルジオ越後はほらほらガッダーやったほらリーだろと決まってしまっていますし、松木さんも時間差でやったやったと急に少年のような喜び方を見せます。七海さんは、いやー本当度がつくほどのフリーでしたけど、綺麗なシュートでしたねと言っていると思うのですが、いやー本当度がつくほどのプリンでしたけど、綺麗なチンでしたねと聞こえることでも有名です。松木さんやセルジオエチゴの空耳なら分かりますが、七海さんがというのもダイビングヘッド的にポイント高いです。リーの劇的ボレーで見事先制した日本でしたが、油断はできません。当然オーストラリアは前がかりに猛攻を仕掛けます。後半アディショナルタイムには岡崎が痛恨のハンドで、オーストラリアは絶好の位置でフリーキックのチャンス。残り時間を考えると、このフリーキックを守りきれば日本の優勝が決まる大一番です。当然実況にも熱が入るかと思いきや、実況席の様子を見ると松木さんが謎のカメラ目線でフリーズしていてじわります。一瞬静止画かと思うほどです。そしてオーストラリアのキックが日本の壁に当たると、よしとつぶやいて立ち上がり、固唾を飲んで試合を見守ります。日本はこぼれ球を簡単にクリアしきれずヒヤッとしましたが、最終的になんとかボールを外に蹴り出すと笛が鳴り響きます。この瞬間、実況席から響き渡ったのは、にゃーという謎の叫び声。おーっと叫んだのかもしれませんが、声量がでかすぎて音が割れてしまっています。完全にスポーツバーでテレビ中継を見るおじさんですが、
日本の勝利を心から喜ぶ熱気が伝わってきて最高の実況だと思います。ネタキャラのイメージが強い松木さんですが、時にはかっこいいコメントを残すこともあります。それが2013年に行われたオランダとの親善試合。オランダは2010年の南アフリカワールドカップで準優勝していますし、ファンデルファールトやロッベンを擁する強豪です。結果として日本はオランダに負けない素晴らしいパフォーマンスを発揮しますが、実況も負けていませんでした。8分、試合が落ち着いたタイミングで実況のアナウンサーが、1年3ヶ月、オランダ代表は負けがありません。と、オランダの好調っぷりを松木さんに紹介すると、松木さんは、じゃあそろそろだな。今日だな。今日だね。と日本の勝利を予告。この発言は賛否が分かれそうですが、個人的には好きです。日本のファンのほとんどは、オランダの方が格上であることを理解した上で、それでも日本に勝ってほしいと願って試合を見ているのですから、公式の解説としてはこれくらい自信満々でちょうどいいと思います。なんか憎めない、うるさいけどいないと寂しい、などのコメントも見られ、なんだかんだ多くのファンに愛されていることが分かりますね。どれだけ強豪チームであっても、相対的にチームの弱点となる、いわゆる穴になる選手が存在します。特に強豪国と対戦する際は、組織の中で少しでも弱い部分をつくというのは常套手段の一つです。しかし相手選手の批判にもなりますし、テレビの公式解説者が声を大にして、あいつは穴だから狙え、なんていうことはほとんどありません。しかし松木さんは別です。32分、ディフェンダーロンフラールがボールを持つと、この4番にはプレーをさせていいんですよ、この選手はね、そんなに大したことやらないから、と一刀両断するのが松木さんスタイル。実際このフラールとコンビを組むデフライは、翌年のブラジルワールドカップで大会のベストイレブンに選ばれるほどの選手であり、ボールを持たせるなら確かに4番のフラールだと思います。相手選手に失礼、口が悪いといった意見もありますが、脅威が少ない相手に自由を与えるのも立派な戦術。それも含めてサッカーの面白さですし、サッカー未経験者にサッカーの面白さを伝えるためにも、松木さんみたいな素直な解説は必要だと思います。さらに42分、オランダのパスがレフェリーに当たり、こぼれ球を長谷部が拾って攻撃につなげます。2019年のルール改定により、今でこそ主審にボールが当たって得点機会につながったり、ボールを保持するチームが変わった場合はドロップボールでの試合再開が義務付けられています。しかし当時のルールは、主審は石ころという考えであり、試合途中で主審にボールが当たってもそのままプレーを続けるのが通例でした。そのためこのアクシデントは日本にとってラッキーなハプニングであり、松木さんも、今ね、いいカットだね、レフリーのカットだね、今ね、今12人になりましたね日本チーム、とニヤニヤしながら主審を12人目の味方に加える謎発言。相方の進藤アナはこの松木さんのボケをガン無視して実況を続けます。特別センスがある発言でもありませんし、なんなら無視されているにもかかわらず、なぜか面白いでしょうと言わんばかりの自信満々さで発言を続けるのが松木節。完全に酔っ払って若い人にだるがらみするおっさんです。唐突すぎて誰も反応できないボケや、クオリティが高いとは言えないギャグなどが印象的な松木さんですが、基本的に解説者としての仕事も結構やってます。特に日本の選手が相手のマークを外していたり、攻撃時に逆サイドが空いているときは大声でアナウンスしてくれるので結構便利です。しかし試合展開によっては、解説者としての仕事よりも日本に勝ってほしいという気持ちが強すぎて一切解説をしなくなるパターンがあります。それがロシアワールドカップアジア二次予選初戦のシンガポール戦。日本の実力は二次予選レベルならズバ抜けており、全試合圧勝しての予選突破が期待されていました。しかしシンガポールの守備陣に苦戦し、なかなか決定機を決められない展開が続くと、松木さんも焦り出します。途中から、ケン原口、おいファールだろ今の、いや決めてくれ、勝負せ、飛び込めみんな、おい打て、おい、などコメントが単発になり、解説というよりただの感想になっています。これにはサッカー知らなくてもできるコメントで草、視聴者目線で笑ったなどのコメントも見られました。もはや解説とは言えませんが、松木さんだからこそ許されている感があります。個人的には代表戦だけはもう数年は松木さんに頑張ってもらいたいです。基本的に視聴者を困惑させながら盛り上げるのが松木さんの仕事ですが、相方のセルジオ・エチゴが暴れすぎて、松木さんが逆に冷静になるパターンも存在します。それがカタールワールドカップアジア最終予選のサウジアラビア戦。日本は格下のオマーンとの初戦を痛恨の黒星スタート。2戦目の中国戦はなんとか勝利しますが、3戦目のグループ内最大のライバルであるサウジアラビアとの直接対決では、オマーン戦の敗戦を取り戻すために
何としても勝利が必要な重要な試合です。しかし両国なかなかゴールを奪えず、70分の時点で0対0の同点。松木さんも、これ1点取ったら決まりのような気がするな、日本が1点取りゃとコメントしていますが、その30秒後にあの事件が起きます。右サイドでボールを持った柴崎が吉田にボールを下げますが、パスがずれて相手フォワードへの絶妙なスルーパスになり、そのまま痛恨の失点。これには松木さんも、あと足しか離せなくなっていますし、セルジオエチゴは、今遠藤でしょ、遠藤でしょ、ザ・遠藤とクソサム親父ギャグを披露。そもそも遠藤ではなく柴崎ですし、ジ・遠藤ならザではなくジです。どちらにしろつまらなさすぎます。その後パスミスしたのが柴崎だと気づくと、柴崎にアシストつくのこれと毒を吐きまくるセルジオエチゴ。これにはなんとあの松木さんすら、いやいやいや、ちょっと冗談についていけないって感じです、すいませんと勢いを失っています。これに対しセルジオエチゴが、もう冗談言うしかないよ、ありえないよと言うと、松木さんは、冗談はあのあれですよ、レフリーですよと意味不明発言をしており、完全に混乱してしまっています。これにはあの松木が冗談を言えないってよっぽどだろこれ、もうこの二人で M1 出てくれなどのコメントも見られました。本当に最終予選突破できてよかったですね。今後も松木セルジオコンビの解説に期待しましょう。今回は松木安太郎の居酒屋実況特集をご紹介しました。松木さんはうるさい上に謎発言を連発して日本中の視聴者を困惑させる存在ですが、やはり日本代表戦を盛り上げる上では欠かせない存在だと思います。現在65歳の松木さんですが、あと10年くらいは解説者としての活動を続けてほしいですね。応援しています。頑張れ松木さん。